もう根は深いね。恥ずかしいね。今頃すいませんでした。はい、噂には聞いていました。何言うてんのよ。こんなことはもうええわ。みんな知ってたんよ。さあ、この事態になった時点では、本当に解決せないかんので、名前残す残さなんての言語道断。そこでこう悩んでること自体よりも。こんなもう、悪魔の名前をひからかして、その名前聞いたらどうしてもそこに行きますよ。大きな事件ですもん。そんな全くなしにして、一回壊すべきやわね。まあそんなんね、私言うたらいかんねやろけど、何の権利もないんだけどさ。いや、私ね、何の得もなし言うてるんですよ、こんなことね。家で言うとったらいいんですよ。でもね、あかんねん。こんなことしてるから、恥さらしやねん。日本の芸能界の恥さらしになったと思いますよ、これ。ね？もう罪深いなんてもんじゃないね。もう鬼畜とか言うてましたけど、東山さんも。そうやねん。最低のゲノゲノゲノおっさんやねん。死んでる場合ちゃうねん。生き返った謝れ。